おはようございます。 AKB48 チームエイトタミキン代表の発表こと橋本春奈です。ちゃんと起きたよ。マジでこのためにアラームかけたから。あ、間違えた。西くん23133、ホクホクたい焼きありがとうございます。パクありがとうございます。竹兄さんミラーボールありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待ってね。この世界で流れ落ちる涙の総量、決まってるならみんなで分かち合おうか。ありがとうございます。ちょっと当初の予定よりね、遅れてスタートしちゃった。あれができなくて、謎に繋がらなくて、なので許してください。マジカのバナナちゃん、たい焼きちゃんありがとうございます。コンタロウさん、たい焼きちゃんありがとうございます。そう、ネットワークエラーって言われちゃったの。悲しい。朝から泣いてました。サク太郎さん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パクありがとうございます。マックミックさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パクありがとうございます。ギャローさん、ミラーボールありがとう。待ってね、歌詞勝ち合おうか、チレレレレチチチチ、僕たちは戦わない、明日を信じてる。ありがとうございます。ありがとうございます。眠たいね、みんな。みんな眠たいね。なんか昨日なんかさ、寝れない症候群に昨日陥っちゃって、もうずっと寝れなくて、夜遅くまでローモバしてた。そう、ずっと寝れなくて、一回ね、寝れなくなるとね、嫌ですよね。本当に。そう、あ、みんながどん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 、あれについちゃう。目的地に着いちゃう。アラームが鳴りました。結局何時に寝たんだろう。3時ぐらい。よくないっすわ。よくないっすわ、マジで。ただ眠いだけっす。次の日
大きいのは本気で起きようとしてる証拠だよ本気で起きようとしてたんだよ。ちょっとあれのおかげで、ちょっとあれはもうちゃんとスヌーズしてるね、完全に。こんな時間に起きる予定はないから。富山よしおぱたいやきちゃん、ありがとう、かむさむにだ、ありがとうございます。いぬいさん、たいやきちゃん、ありがとう、かありがとうございます。いや違うんよ、昨日マジ早く寝る予定だったんよ。12時半ぐらいにはもう布団に入ってて、そう755もお布団に入っておやすみって送ったんよ。そうなんです。でもなんか寝れなかった。そうで寝れないと思って、そこがダメでしたね。寝れないと思って携帯開いちゃったのは良くなかった。携帯開いちゃってより寝れなくなったはるにゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。だってさ、私が配信終わった時間考えて、あの時間からお風呂入って、まあ、11時15分ぐらいに終わったかな。そっからお風呂入ってドライヤーしてたら結構早くない？1時間でだいたい1時間で寝れる、寝る準備できたって結構早いよね。それ考えたら早くない？まあ、もちろん日付超える前に寝ろよって話なんですけど、うん、あの時間からお風呂入ってって考えたらちょっと早いってことにしよう。かなりんさん、たい焼き、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。ガチャピソさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。ネバーストップさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ハートもありがとう。キュンです、ありがとう。なおちんさん、たい焼きちゃんありがとう。さくたろうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あ、さくたろうさん、あの昨日のインスタの DM 読んだんだけど全然気にしてないよもうすごい全然気にしてないよ、大丈夫よと思ってちょっとここで返事しますね全然気にしてないよ、ごめんねなんか気にさせちゃったみたいな、逆に申し訳ない。こっちは全然気にしてないから安心してください全然ネガティブにならないでください全く、うん、全然本当に気にしてなかったところ言われちゃったから、うん、もう全然気にしてないんだけどと思ってマー君さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。おはよう、みんながおはようって言ってる。おはようございます。ショートさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。すっぴんですよ、完全に。化粧水、洗顔して化粧水と乳液だけしてる状態、すっぴんです。20分ぐらいまで、20分ぐらいになったら、違う、15分ぐらいになったらランキング読み始めて、20分ぐらいまで配信できたらなと思ってます。はい、西くん23133、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。
藤野大吾さん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。和人さん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。リエさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、今から眉毛が付け足されるよ本当にデコ出し、眉毛ない状態のデコ出しはやばいね。マジヤンキー。でも最近はすっぴん風メイクにハマっててはい、そうなんですよ。日焼け止めはまだいいか、時間的に。今から眉毛を描きます。そう、日焼け止めはね、時間見ながらじゃないと、なんか家出る直前とかじゃダメらしい。そう、2、30分前とかに塗った方がいいらしい。え、2、30分前ならもうだよね。やば。でも先に眉毛やっちゃいます。眉毛さえあればちょっとヤンチーには見えないので、はい、眉毛サロンに行って今眉毛のね育成をしてるところなんですよ。形をきれいにしてもらって、そう、だから今ところどころ眉毛がない状態なんで、育成中につき。生えたでしょ。マックミックさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。よいしょ。で、色を行きます。みんなこれからお仕事だね。8時からお仕事の人が多いみたいだ。え、札幌市内に熊だって、やば、大丈夫、気をつけて。めちゃめちゃ気をつけてね。でも何もしなきゃね、熊も襲ってこないから。うん、何
何もしなきゃいいんですよ。これからディズニーです。ちょっと一回パンチしていいですか。一回パンチしていいですか。え、舞浜にいる、行こうかな。舞浜今から行ったら何時間かかるかな。いいな、行きたい、ディズニー、ディズニー行きたい、ディズニー行きたいよ。もうオカリナと行こうって言って1年半経った。本当に行きたい。ああ、もう頭の中ディズニーしかない。今日何もできない。今日頭の中ディズニーだ。羨ましい、本当に羨ましい。夢の中でディズニーに行こうって、もう何回行ったか分かんないぐらい夢の中で行ってます。いいなー、ディズニー行きたい。日焼け止め塗ろう。あ、ちょっと出しすぎたかも、やば。C に行ってクッキーあんちゃんが欲しいんだよね、私は。そう、今ね4人とも持ってるんだ。ダッフィー、シェリーメイ、ステラルーちゃん、ジェラトーニ。そう、でもあんちゃんだけ持ってないの。人形、お人形、なんかこれぐらいのお人形あるじゃないですか。すごい一番ノーマルなやつ。ディズニーに行って買いたい。あ、確かに遊びとは限らないかもね。確かに絶対遊びだけど。私もねお仕事で行きましたから、ディズニキャストさんかもしれん。あ、そういうこともある。あ、なるほどね、キャストさん説。確かに、そしたらこれからディズニー合ってるよな。これから仕事場行くだけだもんな。合ってるな、確かにね。ちゃんとまぶたの裏側、裏側
まぶたの、まぶたも塗りましょう。日焼け止めは大事です。ガチャピソさん、ハートありがとうございます。キムです、ありがとうございます。マー君さん、ネバーストップさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ガチャピソさん、ホクホクたい焼きありがとうございます。パク、ありがとうございます。雫公園出れるかは私に聞かないで、スタッフさんに聞いてください。出る気はあります。うん、出る気はめちゃめちゃあります。出れるのかは分かりませんが、でこの日焼け止めはちょっといい日焼け止めなのでね、首とか体にはちょっと安めの日焼け止めをこの後塗ります。で私はしゅんごさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。私は日焼け止めでベタベタしているのがお顔がね、ベタベタしているのは嫌なので、それからお粉をポフポフってします。なんかこの間コンタクトのコンタクトがあれで眼科に行って、てかコンタクト屋さんに行ったんですよ。そう、そしたら高校の時の2個下の後輩がいて、でもなんか部活が一緒ってわけでもなくて、なんか隣の場所でやってて部活で、知っても喋ったこともあるみたいな。そうっていう後輩だったんですよ。でもさ、なんかさ、こっちからそのさ、何年ぶり、もう3年ぶりとかにこっちから話しかけに行くのもなんだしなと思って、多分お互い気づいてたけど結局どっちも話しかけないっていう光景で終わったんですけどそう、すごい気まずかったな。しかもなんか私が入った直後ぐらいに入ってきて、そうで、なんか呼ばれる順番もすごいいつも一緒みたいな感じだったんですよ。けいこうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダの太陽さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。めっちゃ気まずかったです本当に。